皆さんこんにちは、森ゆう子です。今日はですね、ついに届きました、私のザラ。毎年恒例の冬のセールがあるんですけども、そちらでザラを、大好きなザラ買ったので、今回はその購入品の紹介をしていきたいと思います。そうですね、初じゃない、多分でも今年入って最初で最後のザラハウルになります。主にアイテムの参考になっていただければいいなと思います。ということで開けていきます。重い、ちょっとこっちが、まず今回は何点買ったっけな。今回はですね、1,2,3,4,5、今回は6点、買いました。主にカバンとシューズ、まあ、ヒールですね。ヒールが一番多いんですけど、なんか手が動けんだけどまず1点目はこちらです。たらーん、カバンでございます。これね、値段は6590円でした。詳しいことはまた説明文に書いてますので、そちらを見てくれたら嬉しいです。こういう風にね、手持ちのバッグなんですよ。これ手持ちでこう型崩れも全然しない、しっかりめのレザーのカバン でこの取っ手の部分が、わかるかな、これ磁石になってるんですよ。なのでもう勝手にこう閉じてくれる、なのですごい持ちやすいし、サイズ感もとても、なんだろうな、スケジュール帳とかも全然入る、ペットボトルも多分500ミリのやつ3本ぐらい入る大きさなんじゃないかなっていうふうに思います。意外とこれ出勤時、仕事時にも使えそうだし、プライベート普通に行く、友達と遊びに行く時とかのおしゃれなカバンとしても使えそうなアイテムなので今回買いました。中の方も一応、ごめんなさい、全然見えないかもしれないんですけど、わかるかな、こう中にもちっちゃいポケット、なんかカード入れ的なぐらいの大きさのポケットも存在してるので、まあ、家の鍵とか、まあ、そういったものがちょこっと入るぐらいかな、 AirPods とかっていうぐらいの大きさです。はい、これが1点目です。メンズのところに置いてありました。超かわいい、マジでこれね、本当にかわいいよ。男性も使えるので、カップルで共有とかもとてもいいやつ、とてもいいアイテムなんじゃないかなっていうふうに思います。次、2点目もこちら、たらーん、カバンでございます。可愛くないですか。これはね、さっきのカバンよりも全然ちっちゃい手持ちのサイズになってるので、シーンとしてはそれこそデート、ちょっといいお店に行く時のデートだったりとか、まあ、ちょっとなんだろう、こう両家顔合わせとか、なんかその改まった時、かしこまる時とかにもすごい使えそうな感じのカバンですね。これもレザーのカバンです。で、このカバンは、あ、このカバンもそうだね、これついてる、ショルダーにもできるような紐がついてます。なので、まあ、PPO に合わせて使えるかなっていうふうに思ってます。で、中身はこんな感じかな、わかるかな、こういう風に結構仕切りもあって結構伸びるし、結構大容量で入りそうな雰囲気。生地自体も硬すぎず柔らかすぎず、でちゃんとこう下に立つような作りになってるので、非常に使いやすいアイテムかなっていう風に思います。まあ、私がね、目指す女性像が持ってそうなカバンだなと思って今回買いました。2点目がカバンでした、ボルサです。3点目、次、3点目はこちら、デニムですね、フレアフィットを買いました。可愛くない、このね、色に惹かれたところがあって、この色味がなかったんですよ、私持ってなくって。サイズは40、私結構太いので40なんですけど、でザラのデニムの可愛いところって、こうやって裏にちゃんと
この何ロゴが入ってるんですけど、裏のロゴってそのちょっとなんだろうな、そのデニムの種類によって確か違うんですよ。私が見た限りちょっとずつ違うんだけど、このロゴが一番ドンピシャで可愛かったので、あーピント合ってる、これが可愛かったので買いました。まだ履いてないんですけど、結構あそんなまあちょっと伸縮性ある感じかな、なので、まあ、入りやすいかなっていうふうに思います。まあとりあえずこれが可愛いってことを何言いたい、これがね3点目です。2点目、はい、次から来ました。私の欲しかったパンプスたち、1つ目、可愛いよ、いくよ、タローン、めっちゃ可愛くない、可愛い可愛いんだけど、こちらのパンプスでございます。ちょっとねあの中のこの白い型崩れ防止のやつを取ったら、ちょっと私のこの洋服と同化して分からなくなりそうなので、このまま紹介させてください。このパンプスなんですけども、私あの結構黒いパンプスってあのリクルート用に買ったパンプスしかなくって、あの特にこうやってヒールのついたねパンプスってなくって、歩きたいな、ヒール履きたいなと思って今回こちらを購入しました。結構光沢感のあるあの靴で、で結構ここ先がとんがってるので、結構大人な女性に一歩近づける感じのデザインかなっていう風に思ってますし、このねかかとの部分に沿ってここがね透明になってるので、まあ、足がかかとがこう見える感じだよね。なのでここオールシーズン使えるなと思って、ここがね隠れてたら、まあ、それなりにちょっともうちょっときちっとして印象になると思うんだけど、ここが空いてることによって抜け感が出そうだなっていう感じ、ちょっとヌーディーな感じに見えそうだなっていうことで今回こちらを買いました。確か高さはね6センチぐらいだった気がします。次もヒールです。ヒールですが次は白いパンプスを買いました。こんな感じになっております。見てここ可愛くないですか。 Vlog のカメラのがちょっとデータあのメモリー不足でちょっと撮影できなかったので、今からこの方で撮影します。黒いパンプス同様で、このかかとの部分が結構こう見える、生足だったら結構露出が多くなるようなデザインになってるので、まあ、冬は普通にあのストッキング履いたりとか、まあ、可愛い靴、靴下履いてあのこれ履いてとかもできるし、まあ、春夏の時期はこれに生足って言い方あれですけどっていう使い方もすごいできるなと思って買いました。いやしかも白ってねやっぱりこういろんな洋服に合わせやすいし、こうまあ無難じゃないですか。無難だけどその中でもやっぱりこう、うん、大人な感じ、ちょっとシンプルだけどねができるなと思って今回こちら購入しました。はい、で最後の商品は、最後はただこちらのピンクのパンプスでございます。まあこちらも同じくですね、このかかとの部分開いてますですけど、このデザインわかるかな、あのデニムなんですよ、生地がデニムの生地で、めっちゃ可愛くないですかピンク。もうこれからさ春来るじゃん、もう春の季節にさめっちゃ使えそうな色味だし、なんかこう濃すぎず薄すぎないこの絶妙な色味、めっちゃ可愛いと思って買いました。これも、まあ、これはおそらくまあ冬とかも使えるかな、秋冬も使えるとは思うんですけど、まあ多分おそらく春、まあ、一番メインのシーズンじゃないのかなっていう感じのパンプスでございます。でこちらはこのパンプスは結構ここ低めなので、なかなかヒール好きじゃん、あんまり履かないよっていう人とか、まあ、うん、高いヒール挑戦できないけど、いやでもやっぱヒール欲しいっていう人とかも全然気軽に履ける高さかなって思うし、まあ、割と歩きやすいんじゃないのかなっていう風に思います。なのでこれちょっとこちら買いました。かわいい、デニムがねかわいすぎてね今回買いました。であのパンプス3足ご紹介させてもらったんですけど、
そのサイズは全部3足とも39のサイズになります。39なので25.3センチ。ただヨーロッパとかの書き方なので39っていうサイズ表記なんですけど、それも全部細かく詳しく全て説明文の方に詳細はあるので、そちらをチェックしてくれると嬉しいです。全部かわいい、全部かわいいよなんで全てのアイテムは多分インスタグラムの方に載せると思うので、着画とかで多分載せると思うので、そちらをちょっとチェックして参考に、皆さん参考になったら嬉しいなというふうに思います。いかがだったでしょうか、今年のね最初で最後のザラハーフ年末になってしまいましたが、ってことでこの動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会えるのを楽しみにしています。バイバーイ。購入した全ての商品の品番だったりとかサイズとか色味とかもう全部説明文に載せるので、そちらも参考にしていただければなというふうに思います。もう早く履きたい、早く履いてお出かけしたい、旅行したいって感じ。